これで私もネイティブキャンパー。今話題のオンライン英会話ネイティブキャンプを利用して皆さんと一緒に英語を勉強していきたいと思います。それでは早速先生を呼んでみましょう。ファンファン。 Good evening everyone. Welcome to Native Camp. How are you doing? I'm fine. Great. I'm teacher Fan Fan. Let's learn some English together. What is today's lesson?Today, we'll play a word association game. 本日は連想ゲームをやりたいと思います。あるものの特徴を言うので、皆さんは何を指しているか英語で答えてください。はい、はい、英語でね、はい。はい、それでは行きましょう。ファンファン、プリーズスタート。Okay, let's get started. The first clue is, it's something that we wear. 身につけるもの。一発目。はい。ハット。No. No. No. まあまあまあ身につけるもの、うん、はい、いっぱいありますよ、うん、そうですよ、だからもうこれ外人語では難しいんですけど、英語でくださいね。 Watch! Watch! Watch!、Oh. うん、お No. No. ダブルウォッチ、ダメでしたか、no. ダブルウォッチ。まあまあ、これは通じるそうですね。ダブルウォッチ。グラス、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 No. でも身に全員じゃないもんね。うん、いや全員かどうかわかんないです。これもわかんないです、身につけたことがあるとか、そういうとかそんなもんかも。言っとく、なっちゃん。ジャケット。ジャケット。ジャケット。No. No. The next clue is there are long and short ones. これもわかった。多分そんな感じだと思います。おそらくね。なになになに。じゃあ行っちゃいますか。はい。スカート。スカート。お。No. あ、違うんだ。いい線、いい線。ネックレス。ネックレス。ああ、短いのもあるね。女性だからね、それ。ネックレス。お、来たか。制限。No. No. あ、はいはいはい。ストール。ストール。ストール。No. No. タイ。タイ。来たか。あ、タイ。No. No. あれ。The next clue is we wear them on our feet. ピンポン。はい。いいですか？うん。Socks. Sock is correct. これはヒアリングの能力ですね。The answer is socks. Now let's practice together. Please repeat after me twice. Socks. Socks. Socks.Socks. Well done. Everyone did a great job today. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.